ろしくお願いします。さあ、水沼さんは栃木県作新学院高等学校卒業後、佐藤さんと同じく新潟医療福祉大学に進学し、現在は新潟医療水球の教室2つをみんなに体験してもらおうと思います。ここから集まってるみんなにはゆっくり泳いで自分自身とも向き合う時間をぜひ皆さんに作ってもらいたいと思います。子どもたちもしっかり私たちが言ったことに対して素直に話を聞いてくれましたし、子どもたちが楽しんでやってくれてる姿を見て、私自身もすごく楽しくレッスンができたなと思います。3月にある代表選考会でしっかりと代表権を勝ち取ることがおそらく世界水泳の始まりになってくると思いますので、まずはそこでしっかりと代表権を勝ち取ること、世界水泳の目標ではまずはファイナリストになることが大事だと思いますので、ファイナリストになり、そこからこうメダル争いができるような泳ぎをできればなと思ってます。はい、やはり今このコロナ禍、なかなか触れ合える機会がなかった中で、やっぱりオリンピックが終わってこうやって子どもたちと、水を通してそして水球を通して、楽しむことができたというのは私たちも嬉しかったですし、まあ、これで子どもたちが新たなオリンピックも含めて、何かしら、自分の夢に向かって進んでいくいいきっかけになればなと思います。世界水泳は、まあ、水球の大会の中だと、オリンピックに、まあ、次ぐ大きな大会になるんですが、まあ、そのオリンピックの時もそうなんですが、まあ、僕たち選手にやれることは、まあ、一個一個の大会、一個一個の試合で、まあ、ベストを尽くすことだと思いますので、まあ、その自分がパフォーマンスを出せるように、まあ、しっかり準備を世界水泳までしていきたいなというふうに思っています。3、2、1、5